こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。キズナあかりです。さて、なんか最近肌寒く感じる日が多くなってきましたね。夏が終わってしまったこの時期はちょっと寂しい感じがします。いつの間にか、セミの声も聞こえなくなりましたね。個人的には冬の寒いのは苦手なんですが、まあでも PC ユーザー的には冬の方が何の心配もなく PC を使えるのはいいよね。あと去年も言ったと思うけど、私は大のおこた好き。あんまり良くないらしいけど、おこたで寝るのも大好きです。風邪ひいちゃうって言いますよね。でもめっちゃ気持ちいいんですよね。と、まあ余談はこの辺にしておきまして、今回もあなたの PC デスク企画をやっていきたいと思います。毎度のことながら、本企画への応募方法に関しましては、動画の最後でアナウンスをしておりますので、応募してみたい、という方はぜひ動画の最後をご覧くださいませ。では早速今回も一人目の方の紹介からやっていきましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー266番、パルさんからの投稿です。パルさんからは、3枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらご投稿いただいた PC デスクのお写真になります。結構個性的な配置のトリプルディスプレイですな。フロントに2枚と、左側には、斜め上に置かれたワイドモニターですかね。やっぱりこれワイドモニターだよね。表示画面的に動画や映画などの視聴とかに利用されているんでしょうかね。ちなみに、このデスクかなり横に大きいのですが、こちら自作とのことで、IKEA で売っている棚の上に天板を設置して制作とのこと。確かに両サイドに引き出しタイプの棚が置いてありますね。このデスク DIY 方法って実はめっちゃコスパが良くて、昔私の友人が部屋に机が欲しいということで、ホームセンでカラーボックス2個買ってきて、その上に天板をネジ止めしてかなり安定感のある机を作ってました。1万円かからないですごい安定感とコスパの机が出来上がってました。確かに、このお写真を見ても、かなり安定感はありそう。天板が薄いと真ん中でたわむので注意ですけどね。で、この方は Twitch などで配信活動もされているようでして、PC 周辺は配信系の機材も置いているようです。で、利用されている入力デバイスに関しては、マウスはロジクール3、キーボードはロジクール3が1つと、RK61 というキーボードが1つとのこと。また、お部屋のお気に入りガジェットとして、レッドブルの冷蔵庫を購入されたようなのですが、なんと冷蔵機能が故障中とのこと。これ部屋にあるの、ちょっと憧れますよね。わかる。では次はいただいた PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC 内部のお写真になります。内部はかなりのピカピカ構成、ピカピカに憧れたとのこと。LED テープ、LED ファン、LED メモリとかなりのこだわりようですね。そしてやはり目が行くのは CPU クーラー、一目でわかるノクチュア3カラーですな。結構コンパクトな感じの CPU クーラーですよね。ですな、こちら型番で調べるとわかるのですが、なんとデスクミニでも利用できるくらいの高さのクーラーみたい。で、気になるこちらの PC のスペックとしましては、CPU に Ryzen 7 3700X を搭載、メモリは8が4枚で 32GB、グラボには RTX 2060を搭載したマシンとのこと。おう、CPU、グラボも強いですが、メモリがかなり大容量ですね。配信をされているとのことだったので、配信ソフトなどが快適に動くようにメモリは多めに取っているのかもですな。ちなみに先ほどの話と重なるのですが、Ryzen 7 3700X というと、TDP65W の CPU なわけなのですが、この薄型のクーラーでも結構冷やせるものなんですかね。8コア CPU も冷やせるとなるとコンパクト PC を組むときにめっちゃいいよね。確かにそうですね。もし動画を見ていらっしゃいましたら、ぜひどのくらい CPU が冷えているかなど合わせて教えていただけますと幸いですぞ。ということで、エントリーナンバー266番、パルさんからの投稿でございました。パルさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からは Twitter のアカウントをいただいております。こちら概要欄に掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。最近は動画投稿もされている感じでしたぞ。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー267番、塩レモンさんからの投稿です。塩レモンさんからは、5枚のお写真をご投稿いただきました。今回は、そのうち、
2枚を中心にご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。お、久しぶりのノートパソコン拡張系デスクじゃないですか。ほんとだ、ノートをトリプルディスプレイに拡張して利用されている感じですね。またこの写真を見てキーボードに目が行くか OS に目が行くかでその人の好みが分かれるかとは思うのですが、まず OS から見るとこの方はノートパソコンをゲームなどの環境としては利用されておらず、基本的には開発とオンライン会議などの専用マシンとして利用とのことで、そのためか OS は一部の方には有名な Linux ディストリビューションの PopOS を利用されているとのこと。システム76さんのやつですな。常用が Linux っていうだけでも開発者さんらしさを感じますね。かっこいいですよね。また気になっている方も多いであろうキーボードはなんとセンターでセパレートされたタイプのキーボードとなっています。これ秋葉の勇者工房で購入した自作キットを組み立てたとのこと。こんなタイプのキーボードもあるんですね。最近は自作キーボードもかなりにぎわってきて、こうした個性的なキーボードが数多く売られるようになりましたよね。という感じで、かなりエンジニアさんらしいと言いますか、Linux 常用に自作キーボードと、自分の作業環境を快適にするぞ、という思いが強くこもったデスクという印象を受けます。ノートも見やすいように台に載せられていますな。では次はいただいたノート PC によったお写真を見ていきましょう。こちらいただいたノートパソコンのお写真になります。シンクパッドがメインノート。私もシンクパッド大好きです。確かに投稿者さんシンクパッド好きですよね。よくジャンク品買ってますし。これは私の持論ですが、シンクパッドはマジでキーボードがいいんです。一番好きなのは X230 の時のやつだけど、今のキーボードもいい。ノートってどうしてもサイズのために超薄いパンタグラフを採用しがちだけど、シンクパッドの若干ながらでも立体感のあるキーボードはマジで神がかってます。あと筐体デザインがかっけー。ちなみにこの方が利用されているのはシンクパッド P43S というモデルとのことでして、世代としては8世代インテル CPU 搭載モデルのよう。結構最近のやつですね。スペックとしては CPU に i7-8665U を搭載、メモリはなんと 32GB で、 GPU も搭載しており、クアドロ P520 搭載モデルとのこと。ノートでメモリ 32GB はゲーミングじゃない機種だとそうそう見ない数字ですよ。CPU も i7 を選ばれていたりするのを見ると、もはや持ち運び方のワークステーションって感じですな。いつでもどこでも快適な開発環境。ちなみに前述した通り、OS はメインを PopOS で、仮想マシンで一応 Windows も入っているが、ほぼ利用していないとのこと。あと、すっごい余談ですが、私もレイン大好きです。ということで、エントリーナンバー267番、塩レモンさんからの投稿でございました。塩レモンさん、ご投稿誠にありがとうございました。ちなみにこの方からはご自身のブログのリンクをいただいております。こちら概要欄に掲載させていただきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。内容としてはこういった Linux 開発のことやガジェットのことなど様々でした。では、次の方の投稿に行ってみましょう。よろしくお願いします。エントリーナンバー268番、レノバーさんからの投稿です。レノバーさんからは3枚のお写真をご投稿いただきました。今回はそのうち2枚をご紹介させていただきます。では早速お写真の方見ていきましょう。こちらいただいた PC デスクのお写真になります。これはすごい、ダンボール PC ならぬダンボールデスク。まさかダンボールの上に天板を乗せるという発想があったとは。これは天才の発想に違いないです。で、このコの字型デスクなのですが、天板も家にあった不要な机から取ってきたもの、足はもちろん段ボール類ということで、実質0円で作り上げたデスクとのこと。ちょっとグラグラしそうで怖いですが、実質0円でこの広さはすごい。奥をジャンプで補強しているので意外と安定しているそう。ちなみにお名前レノバーさんだけあり、PC はレノボさんのゲーミングブランド、レギオンを利用されているようです。レギオンさんはロゴがかっこいいですよね。また、利用されている入力デバイスやヘッドセット類も、ほぼすべてレギオンさんで固められているようですぞ。レギオンさんヘッドセットとかも出してたんですね。で、このデスクになっているのはメールを見ると深いわけがありまして。
この方は現在高校生、バイトで貯めたお金でまずは PC を買おう、ということで、PC 類一式を購入したのですが、同時にデスクまで揃えるのは厳しいということで、一旦和室の隅に自作のデスクを用意して利用されているのが現状とのこと。将来はお金を貯めて、PC デスク、PC ルームを作りたいと考えられているそう。めっちゃ応援したくなりますね。これが青春ですな。では次はいただいた PC 内部のお写真を見ていきましょう。こちらいただいた PC 内部のお写真になります。BTO で購入したほぼそのままの環境とのこと。レギオンさん外部は LED 装飾などありましたが、内部は割と硬派な感じになってるんですね。多分このモデルはサイドパネルが透明ではないので、あまり光らないモデルなんだと思いますね。この方も書かれていましたが、BTO はやはり最初から全部自作はちょっと不安だ、という場合に安定した環境をオーダーできるのがいいよね。ある程度なら、ここからいじることもできますもんね。メモリを足してみたり、グラボ変えてみたり、ストレージ増やしたりなど、まずこういう既製品から PC の仕組みを知っていくのも手ですよね。ちなみに気になるこちらの PC のスペックなのですが、CPU に i7-1700 を搭載、メモリは8が2枚で 16GB、グラボには GTX1650 スーパーを搭載したマシンとのこと。おお、結構ハイスペックじゃないですか。この PC を購入した目的が、ゲームよりもやってみたかった 3D モデル、Web 系のプログラミング言語、動画編集など作業用らしいんです。そのため、ゲームがっつりではないのでグラボはそこそこに、CPU 性能に予算を配分したという感じな気がしますね。高校生で、ゲームより、自分の学習に焦点を当てて PC を構成されるとはすごい。未来のエンジニアさんかもしれないですな。ということで、エントリーナンバー268番、レノバーさんからの投稿でございました。レノバーさん、ご投稿誠にありがとうございました。今またバイトをしてお金を貯めているそうで、デスクや次は完全な自作に挑戦したいとのことだったので、完成した暁にはぜひ。またこの企画にお写真をご投稿いただける時を楽しみにしていますぞ。ということで、今回は以上3名の方の紹介で終わろうと思います。ご投稿いただきました。パルさん、塩レモンさん、レノバーさん、ご投稿誠にありがとうございました。ありがとうございました。では毎度恒例本企画への応募方法に関してですが、本動画の概要欄に写真投稿に関してはこちら。という形で、私のブログへのリンクが設置してあります。まずはそちらからブログの記事にアクセスしていただきまして、そこに記載されている応募に関するルールや要項をお読みいただき、ご同意いただける際には、指定のアドレスまで、本文記載画像添付の上をお送りくださいませ。万が一ルールに反した内容になってしまいますと、ご紹介ができなくなってしまうこともありますので、ブログの内容はしっかりとお読みの上で、ご投稿をお願いいたします。じゃあ今回の動画はこの辺で、あかりちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。